よりによってまた体の状態を観察して、かかとどの辺が床に、ふくらはぎ方左右、膝の膝と床のつばのどこが床に、腰椎はどの辺位置ぐらいがある、どの部分は離れて左右どっちかに、ちょっとおへその向きを考え、こちらを考えて理由、肩甲骨複雑な形、人間の骨どれもみんな複雑な形、人間が作った椅子とかのようにまっすぐなライン、肋骨は水の非常に複雑な形、どの辺りが踏み立ったり、首と床の距離がだいぶ空いて近い、頭をどの歩けたり、両手のひらは向いて天井、首を離れて両膝を立てたら、足、床から床、膝をお腹に、胸に近づく、両膝を開い、両膝の中から手をどの辺りを触る、無理しないで、特にこれやると負担がかかる、必要なら首を持ち上げて、人に触れるところまで行ったら掴んで、理想的には足の裏を掴める、無理することは、その膝を伸ばして天井の方へ足を持ち上げるぐらい楽に、手はそこからずれません、手をもっとでも楽に持てると掴む、その位置手の動かさないでそのままで足をで持ち上げる範囲で、できる範囲で、野沢さん手がずれちゃってるね、ずれない範囲でそうじゃなくしっかり掴んで、掴めるところを掴む、内側からそうで、その位置を掴んだままで、それで足を持ち上げる、少し上がなければそれで2、3回はい、受賞します。今足を持ち上げ、実際にはやはり体全体が丸まるような形になる、じゃあ足だけを近づけただけ、手を膝の外側に置くから、マッサージで右足の外側を足の方へ向かって、足指先またも腕や手のひらの感覚を使って、足をゴツゴツしたとか柔らかいとか、いろいろ探る、それをやるためには、足を使わなくて、股関節をどうやって使わなくて、それをしたら今度は左手を頭の上で後頭部から頭を持ち上げて、で手を右手を足の方に伸ばしながら頭を持ち上げて、手の位置と頭を持ち上げるので、それがとても楽になるよ、決して無理しない、努力しない、頭はおでこはどちらの方向へ向かうべきよりも、はい、今の動きの名残を感じ、また同じように右足膝を胸に、今度は左手を右足右膝の外へ、さっき右手で触ったで、さっき右手でやったと同じように左手で同じように足の方へ触れて、とてもさっきと違ってやりの何らかの一生懸命やらないで楽な範囲、楽にやるとどうやったら楽にとできるかを発見、一生懸命やると一生懸命やることしか学習持って、頭はどう使います、頭は床から浮かし、右手を後頭部に頭を持ち上げながらやって、床に下ろしたら一回一休み、一生懸命で赤ちゃん自分の足っていうのは何なんだ、初めて体験で休みましょう、ここから柔らかい、舐めるよね、とにかく口に入れることで確かめる、我々例えば目が開きますよね、生まれていくつかで、すると確かにね、映像としては入ってるらしい、かといって目で見ているのは何かはよくわからない、口に入れてみて口の感覚と目で見ている、あ、こういうもんがこういう見えるんだなという、学習である、赤ちゃんに割かし早いうち説明した人が腹膜だけが悪かったらしい、で大人になって腹膜に受けて実際に物が見えるようになった、でもその人には目を見てもなんだかわかんないんだ、でそれで、それまで当然物を触るような生活で、その人は手で触って、あ、見てるものはこの形だよというのを分かっていくと、あ、これこういうふうに見えるものがコップなんだ、だんだん分かっていく、ですから物事を理解する、とても一つの感覚だけで、音でいて、匂いを嗅いで、手で触れ、目で、そうやってやっていろんなものを統合していって本なんだよって、もう一回右足膝で、右手を外側から膝から下のどこでも触れるとこを、掴んで、できれば、足の裏を掴む、できなければ足首のあたりで、そしてその掴んだままで膝を伸ばして足を上の方にぶち上げる、で楽な感覚で、大事なのは手を外さないこと、掴んだところから動かさないで、ですから手と足は今一体になって、それでもそのためには体をうまく使わないで、足だけの話じゃないんです、もう一回左手を後頭部に頭を持ちながらやって、無理しないで、力入れる、ゆかさん本当に全部持ち上がっちゃって、ゆかさんで親指も他の4本指に合わせて されて、そうです、猿掴み、野沢さんね、どっかで大事、これは大事、どうやる、体を垂らしてくる、頭を、野沢さんまた手を動いちゃいました、はい、休み、もう一回、右膝を、今度は左手で、一番膝の内側から、足近づいた方を、野沢さん太ももじゃなく膝から下、そうできるだけ足楽にこう掴んで、今度は手を膝の外側にて、で足の近づけていく、右手を膝の外側で足の方に近づけて、で戻るためには体を同じ使わなくても背骨をまあ使う自由な発想で、また両膝と同じように膝を、右手を膝の外側から足の方に動かして楽に持てるところを、できれば足の裏されてる、そして左手を軽く膝の内側ちょっと下の方、それで膝から下でちっちゃな円を描く、動かして、もともと膝から下っていうのはゆかさん柔らかいからもうちょっとゆっくりやると、もっとスムーズ大きい必要ない、後ろこれをやることによって体をどうやって使うか、それを覚えて、そうですね、だんだん体が揺れてきました、じゃあ方向を変えてみましょう、
早くやると実は自分が制御してないんで、何かに思う、今やって自分がこれをやりたいってスピードで早い重心をまた膝立てて右膝、今度は左手を膝の内側、ここからさらに下がって、できるだけ足の裏に近いと無理で、右手を、右膝の外側にて、その辺に添えておいて、それで今度はまた中に、円を描き、今度は背骨の曲がり方が違います、肩甲骨の違います、さっくりやることで一瞬一瞬どういうふうに体を使わなくて、特に呼吸をやることで座骨神経痛が治っちゃう人、じゃあ方を変えて大変きついです、両膝立って右足膝、今度は両手を、膝の両側からできるだけ、足に近い方を持って、その状態でまた円を描いてゆっくりと膝を中心にしたいんです、膝は完全に曲がらないように、膝はそのまま今膝のこうやるだからいいよ、そんなに難しい、足の裏を持とうとするとこれは大変な、そんなにできる人かいてないです、両足伸ばしてどちらかの足を長く感じたり、またこう感じてることあっていいか伸びてか、両膝だと今度は両膝を、最初にやったように両膝の間に手を入れて、どっか足をそれぞれ掴める、で両足の方に伸ばして違うから、最初にやったものがどうですか、最初より楽で左右の違いあり、そしたら立ち上がって感覚に、足の裏の感覚にちょっと注意してみます。最初と何か違ったとこがあるかどうか、足のつき方はどうか、床にベターっとついてるような感覚があるか、じゃあちょっと歩いてみましょう、はい結構です、じゃあもう一回床に仰向けになった、今までしたことを左足でやります、ただし想像でやりましょう、膝と左足を引っつけるところまでやってやる、そこからは想像、まず左手を左膝の外側に足の方に伸ばして、今手は掴むんじゃなくて伸ばしていくんで、手は楽に動くだけで、それを手が足の方に伸びてやって、その時に体はどうやって動いた、膝は胸に近づきはどうやったか、想像の手を離し、想像、今度は想像で右手を膝の外側に折り足、左側に折って、手を足の方へ伸ばして、想像でやって頭は膝は近づいた、左足円を描いて、両想像の両手で足の裏を掴む、近く膝から下で円を描いて、想像です、想像ですよ、実際にやろうと、じゃあ方向を変えて頭、肩甲骨は動かし、骨盤はい、今の鎖が自分の体に変化、膝引き、想像で両膝の間に手足の裏の近く掴んで、して天井の方両足伸ばして、想像ですからいくらでも伸びちゃう、伸ばそう、はい、ある日日本デッチ校の学習の仕方に本を書いて、例えば料理人になる大体、まあ、若い人に入って最初は、まあ、皿洗いにさせられる、で皿洗いをしている間目でチラチラと親方の調理の仕方を見て覚えるらしい、最初のうちはいくらやらして調理させてくれてさせてくれないんです、でもその年月を経つと見てるだけで自分がそれを学習しまう、で親方はそのタイミングが分かって、ああもうこいつはいいなと思ったらば、まあ、まかないのあたりから実際にさせる、それともう何回も見て自分で頭の中でやって、わりかし楽にこれも一つのイマジネーション学習法、じゃあ実際に伸ばして両膝を引きつけて、両手で膝の間から手下の方を掴んだまま両足を手の方に、おお一回ぐらい、はいでしょ、変形な手足は動かす、体を背骨を動かす、普段あんまりしない、でも大事なのは足を動かすために背骨をうまく動かす、手を動かすにも背骨をうまく使う必要がある、じゃあ横になって起き上がって立ち上がって、でまた足のつき具合左右なんか差があるか、はいじゃあちょっと歩いてみましょう、手も自然に触れてるし、はいじゃあこれで置いておきましょう。